チャム桜病院の会員式へのご招待をいただいた際、何年前にイスタンブールを訪問し、また首脳宣言の文言調整のため夜を徹して作業してくれた過去のシェルパにも感謝の意を表したいと思います。大阪のシンボルである大阪城は最初に16世紀に築城されました。石垣全体や車列が通った大手門は17世紀初めのものです。